僕マッシュルームチキン野郎の NPO のりとです。高橋ゆきです。はい、僕たちはですね、主催の吹原浩太が、まあ、脚本演出を担当してまして、今ドラマの天才バカボンやドラマの岩虫ペダルなどの脚本も担当している主催が、脚本演出を担当しています。で、今回のうちの犬はサイコロを振るのやめたという作品はですね、犬が主人公の作品で、未来を見える犬がこの先の、どんどん読みながらですね、その先のストーリー、未来予知をしながら話を進めていくんですけども、その中でね、出会ういろんな仲間がいまして、それはこういう感じの、鶏とか、お友達じゃないですか。そうなんですよ。もしもしたちょっと被ってるんですよ。これは分かりにくいんですけど、マッサージ屋とかが出てきて、そういうですね、いろんなキャラが出てくる、いろんなキャラが出てきつつも、メインのストーリーはしっかりしてきます。